流通経済大学スポーツコミュニケーション学科の小谷と申します。本日は、バーチャルオンライン授業をやってみたということで、話をさせていただきます。COVID-19 の感染拡大により、我々大学教員は、Zoom や Webex といったオンライン会議ツールを用いて、リアルタイムのオンライン授業をやるようになりました。しかしながら、ブレイクアウトルーム、少人数の小部屋を作って、そこで学生たちにそれぞれのグループでディスカッションさせようとするブレイクアウトルーム。この様子がなかなか教員側が把握するのが難しいといった問題や、あと学生たちはカメラオフで入ってきますので、教員側は真っ暗な画面に対してひたすら話をするといったことがあって、教員側の孤独感があるといった課題がありました。そこで今回、メタバースプラットフォームであるクラスターというアプリを用いて、バーチャルオンライン授業というものをやってみました。こちらのアプリケーションは無料になっております。はい。で、やった授業についてですが、スポーツコミュニケーション学科という体育系の学科になります。の専門科目の選択必修科目であるコーチング概論という授業を、バーチャルオンライン授業を実施しました。内容はスポーツのコーチングについての学習になります。で、この授業については、2022年度前期は対面授業でやることになっております。はい。で、2022年度本学前期は、原則対面授業でやってくださいというふうになっていたんですけど、ある会で、私自身が高校での模擬授業のため、大学での対面授業に間に合わないという日がありました。そして、その日、教育実習中の学生がいるため、受講者数が25名以下になると。この25名というところは、後ほどまた説明します。25名以下になるという条件が揃いました。そこで、このクラスターを使ってみようということになりました。実際、イメージしにくいかと思いますので、動画で紹介したいと思います。OK、時間になりましたので、皆さん一回こっち集まってきてください。OK。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。OK。対他者の知識ですね。プレイヤーやその他のステークホルダーらとの良好な関係を構築、発展させるための知識とスキル。そして、本日から進めていくのが、先週までさ、対他者の知識をやってきたわけです。それでは、先ほどの二人組でちょっと散らばって、もう一度ディスカッションをしてください。経験とか。確かに指導するようにし、コーチ自らの。聞こえる？大丈夫。今イヤホン外しちゃった。 OK。 はい、じゃあ集まってください。集まってください。はい、ありがとうございます。じゃあみんなまたリアクションしてみましょう。拍手。ね、面白いね。これ、いろんなリアクションができるから。ハートマークも出てるよ。はい。といった感じで授業を進めました。で、このクラスターを利用するにあたって、学生が必要なものとしては、スマートフォンと AirPods 等のイヤホンマイクが必要になります。学生に確認したところ、全員の学生がイヤホンマイクを持っていました。なので、今の学生にとってイヤホンマイクっていうのはもう必須のアイテムになってるんだなというのを感じました。そして、教員側が必要なものとしては、パソコンとイヤホンマイクが必要になります。こちらのイヤホンマイク、もちろん有線のものでも利用可能です。で、実際にバーチャルオンライン授業を行う前に、事前に LMS にて、授業を行うワールド、教室ですね。教室への入室方法を案内しました。かなり細かく、紹介しましたので、授業開始時には、全員の学生が、入室している状態になりました。はい。それでは、学生側のスマートフォンの画面での操作について少し紹介したいと思います。はい。これスマホの画面ですね。スマホ上のアバターをこのように左右前後に動かしたり、あとはジャンプさせてみたり、手を動かしたり、それと、リアクションができます。ハートマークを出したり、あとは拍手をしたりということができます。続いて、教員側のパソコンの様子を紹介したいと思います。こちら別のワールドになっているんですけど、
はい。左上のファイルから、PDF 化したスライドを選択します。そして、会場に出力というふうにすると、会場に設置されているスクリーンにスライドが映し出されます。で、手元のところでこのように進めていくと、会場のスライド、スクリーンも進んでいくというような仕組みになっています。このような形でスライドを使うことができます。また、こういったスライドだけではなくて、動画をスクリーンに流すこともできます。事前にアップロードしてある動画を選択して、会場に出力して再生をすると、会場のスクリーンに動画が流れます。もちろん、音声も流せます。はい。このような感じですね。はい、で、このクラスターの一番特徴的な有効性のあるところについて、少し紹介したいと思います。特徴としては、近づいたアバターの会話が大きく聞こえてきて、離れていくと小さくなると。ジャムさん。聞こえますか？近づいたアバターの声が聞こえます。で、どっか遠くで喋ってる人の声もなんとなく聞こえますよね。離れていくと声が小さくなります。なんか喋ってるのに全然聞こえないんだけど。ずっと清野さんの声じゃないの、はい、聞こえない。近づいていくと声が大きくなります。あ、本当だ。痛い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 。なんか痛い痛い痛い。この2人から離れていくと声が小さくなります。逃げた逃げた。右目。はい。まあ、このような形で、これが、クラスターの一番特徴的なところかなというふうに思います。で、先ほどから私、リアルなアバターを、リアルアバターっていうのを使っているんですけど、あれ、どのように撮影したか、作ったかというのを少し紹介したいと思います。このような360度からカメラで撮影して、それでできたデータをアバターにしました。はい、これはちょっとした補足になります。はい。で、クラスターを用いるメリットとしては、まあ、実際の学生ではなくてアバターなんですけど、学生たちいろいろ動かして、動きますので、アバターがいるため、教員側には全く孤独感はありませんでした。で、先ほど紹介したように、近づくと声が大きくなりますので、ブレイクアウトルームに行かなくても学生の様子を把握することができます。他のグループから離れていても、ああ、そこら辺なんか話してるなっていうのを感じることができます。で、一方デメリットとしては、現時点でワールドの人数は25名までなんですね。なので先ほど言ったように、今回教育実習中の学生がいたため25名以下だったので実施することができたということになります。で、一方で、一方向型の講義の場合には、イベントにすることにより500名まで入室可能になります。ただ、公開になってしまうので、学生以外もバンバン入ってしまう可能性があります。で、限定公開にすることもできるんですけど、40分までになってますので、90分の大学の授業には少し向かないのかなと考えています。で、また、メタクエスト2という VR ゴーグルを使って、教員側が操作することも可能です。はい。で、このメタクエスト2を装着すると、3点トラッキングができます。これによって、手の動きに合わせてアバターも動いてくれたり、ヘッドセットの動きに合わせて、アバターが歩いてくれたり、これ足トラッキングしてませんけど、ヘッドセットの移動に合わせてアバターも歩いてくれます。はい。このような感じで動きが少しスムーズになります。で、メタクエスト2を使った時のスライドの操作ですけど、このような感じで映し出します。手元のコントローラーで動かして、スライドを選択していきます。はい。で、教員側も VR ゴーグルを使うことでより没入感のある授業が、教員自身ができるというところがメリットとしてあります。一方でデメリットとしては VR 酔いをしてしまうというところがあります。こちらは少し慣れるまで時間かかる感覚でした。はい。
いずれにしてもクラスターを利用したバーチャルオンライン授業ではアバターがいるため、孤独感がないということ、そして、ブレイクアウトルームに行かなくても学生の様子を把握することができるということから、バーチャルオンライン授業は大変有用であるというふうに言えるかと思います。バーチャルオンライン授業の今後についてですが、先ほどのメタクエスト2は3点トラッキングでしたけど、トラッキングポイントが増加すればバーチャル空間で自重トレーニングであったりストレッチであったりヨガであったり、まあ各競技種目のフォームを確認することができるかと思います。そうすることでバーチャル空間で体育の授業を実施する、アバターを使って体育の授業を実施するということができるかと思います。で、メリットとしては教員側が観察する角度を変えられるという点です。ズーム等では学生にここまで動いてとか、この角度に画面側で見せてというようなことを言わなきゃいけなかったんですけど、まあ学生が扱っているアバターの周りを教員が移動することができると。あと学生にフィードバックするときにも、フィードバックしたい学生のところに近寄ってって、腕こう使った方がいいよとか、向こうで動いているアバター、ちょっとフォームおかしいなと思ったらそこに近づいてって声をかけてフィードバックすることができます。はい。こういった今後の展開が期待されるということですね。で、今回のバーチャルオンライン授業の様子は YouTube にて公開していますので、バスラボチャンネルでぜひ検索して、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい。ということで以上で発表を終わります。ありがとうございました。